どうもこまちです。なんか動画出すのが久しぶりでちょっとだけ感覚鈍ってるような気がするんですけれども、まあね、ファミコン名作劇場と題しまして、一つのファミコンソフトをテーマに語っていく、そんなコンテンツです。まずね、ファミコンが発売されたのが1983年7月15日。同時に3本のソフトが発売されたんですが、その一つが今回のテーマであるドンキーコングなんです。そして今では世界中の誰もが知っているキャラクター、マリオ。このゲームが初登場なんですね。それではね、プレイしながら語っていきたいと思うんですけれども、やっぱね、このファミコンっていうのはね、まがいいですよね。わびさびつうかね、ちょっと急ぎがちな現代社会でいうと、ちょっと心が洗われるような、なんかそんなおつさがあるんですよね。で、この絵面的に悪いゴリラに彼女がさらわれちゃった、そんな絵に見えると思うんですけれども、実はドンキーコングはマリオのペットなんですね。そのペットがマリオを困らせるために彼女をさらったと。で、マリオは今お仕置きしに行ってるわけですね。まあ今なんか階段登っただけですけれどもね。さあ2面です。謎に傘がありますね。まあこの頃のゲームっていうのは、こういったアイテムを取るとシンプルに点数になる。んで、まあ点数を競ってた、そんな時代ですね。んで、彼女なんですけれども、通称レディです。でもちゃんと名前があるんですが、ポリーンです。歴代のね、マリオシリーズのヒロインの中でも影が薄い方なんですよ。でもまあピンときた方もいらっしゃると思うんですけれども、うっそ、これっすわ、ファミコンのねシビアさ。まあ言うてマリオシリーズこんなもんですよね。で、ポリーンなんですけれども、スーパーマリオオデッセイでね、ジャンプアップスーパースターを歌っているのがポリーンです。歴代のね、マリオシリーズのヒロインの中では影が薄い方ではあるんですが、つうか忘れてた、任天堂がね、多分。ほんで、まあスーパーマリオオデッセイで登場させたろうかな、なんかそんな感じちゃうかな思うんですけどね。今回は大丈夫やろ、おっしゃい。いや、ポリーンね、スマブラちょっとポリーン置いとこうか。実質これが最終面なんですけれども、まあ今一番上に登っていってるんですが、このステージはね、ね、こうやって一番上に登っただけではクリアにならないんですよ。なんで一番上に上がった時に、なんか足場みたいなのがなくなりましたよね。これボルトです。この全てのボルトを取り除いてやると、この鉄骨に穴が開いて、一番上からドンキーコングは一番下まで落下します。もうマリオね、自分のペットのくせに殺しに行ってるわけですね。お仕置きするっていうコンセプトなわけですけれども、もうラストはね、もうぶっ殺す勢いで、もう完全に弾取りに行ったんですね。まあ敵を倒す、悪役を倒すっていうのが野蛮だからお仕置きしに行くっていうコンセプトのゲームなんですけれども、最後はね、マジで行くっていうね。さあ、ラストのボルト、ちょっと見といてくださいね。はい、足場が消えました。頭から落ちる。ペット虐待というか、まあペットが勝手に高いところに登っとったからしゃあないかなみたいなね。卵が先か鶏が先か、そんな感じも受けちゃいますね。まあ見ての通り、まあ3面までぼーっとしてたらペットに殺されるっつうね。
まあ、ファミコンってね、まあ、時代もありますけれども、そういうね、実は隠れた残虐性、そんなとこが超魅力的だったりするんですけれども、このゲームでマリオの職業は大工です。ってことは今仕事中とも捉えられるわけですよね。でこうやって死んじゃったってことは労働災害なわけですね。ってことはですよ、彼女に労災のお金が降りると。ってことはですよ、真の悪役はポリーンなんじゃないですかね。